どうも、ニルバーナワードです。で、今日は2019年3月の28日木曜日、15時42分、シルバーやります。よろしく。ドア閉まんないですか？ちょっと強めに引くしかないですよ、もう。諦めましょう、今。なんか、ちょっと勢いつけて。ぐっと。それで行きましょう。前回のやつが今こんな感じです。こうゴムの塊の中に作品があります。うっすら見えるでしょ。こんな感じですよ。あ、とんでもないです。配信者はお金を持ってるから、かからんとな。持ってないよ。っていうふうに、よく言われる。いや、持ってると誤解されてるね。本当に、一握りだよ。一握り。雑談会話なんか、よっさんと金梅さんぐらいじゃない？ 100 万以上稼いでんの、男で。金梅さんもう使っちゃうもん、すぐ。母ちゃんに100万送ったって、前回に100万。そうなんだ。うん。で、毎日もう5万ぐらい飲んでるから、うん、あの人すぐ使っちゃう。おー、こんにちは。今日じゃあゴム片切ってワックス入れるまでできたらいいかなっていう。そうだね。うん。おお、早めありがとう。アンさんありがとう。儲け。あざーす。こんにちは。うん、楓のお母さんもいらっしゃい。TC さんお疲れ。シャムさんね、昨日開いた、またどうやら開いたり閉じたりするっていうことがよくわかった。あの、閉じっぱなしじゃないんだね。何かがトリガーで開くんだね、勝手に。っていうか、写真撮って、簡単に言うと写真をパシャって撮って、すごくイマジネーションの世界でいい写真が撮れた瞬間、ブワーってなっちゃって、あ、やばいあかんあかんと思って、サブ中みたいになっちゃって、お酒飲んだら着地できたね。ストンと押す。うん。失敗してないんだね。あ、昨日2回目だね。すぐ帰ってきたけど、深いところまで行ったら危なかったから。ケピアイだそう。うん。あざーす。おー、楽しいんだ。あ、放送やってないじゃん。今一人？猫マンお疲れ。楽しかったな。こんな感じで見てんだ。
だからレスナーを見ることがあんまりないからどう見てるのか、うん、それはコメント書かないわな。ひどい時はこれとこれプラスこれをここだ。ベテランさん、ここはねパートナーのよいこさんです。あのシルバーの職人さんですね。シルバー歴もう20年ぐらい、約20年、シルバーのスタジオです。初見さん楽しんでて、いきなり深くは怖い。うん、でもだん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 、でも救われたかな。なんかもういけないんじゃないかと思ってたから、なんかそのあの覚醒してんなと思って。まさか喜びがトリガーだとはね。好きなことやれっていうのはうまくいったもんだよね。今仕事中？あ、今仕事中なんだ。そっかそっか、めっちゃ楽しかった。よかったよかった。また遊ぼう。 DM ちょうだい。 LINE 交換しよう。ボン、お疲れ。昼間の仕事なんだ。仕事中にコメント書いたらダメだろどんな仕事だよ昨日飲んだ子っすね。あの金梅さんの頭あの掴んでた子、猫子、うん、ちゃん、うん、あの愛情、愛嬌あるブスタマちゃんのレズビアが勝った。そう、猫間面白かったな、昨日。いや、もうピンときたんですよ。すぐ分かるから、配信始めていくつって、ね、1ヶ月って言って、あ、こいつ持ってるわと思って、金梅さんに接触させたら、なんだてめえ、薄いんだよとか言って、でそしてもう1分ぐらいで、あれこいつ面白くねってなって、で、もう手つないで、サメシロさんと歩いてて、あ、もうカラオケ連れてこうって言って、あ、やっぱりと思って、次、なんか、ドルさんの子も、なんだ、お前も新しいポケモン見つけたのかって言って、もうこいつなんか面白いなっつって、で金梅さんに暴走し始めます。ちょっと面白かった。また見つけちゃった。また見つけたポケモン。あれ？これプツプツしてんの？こっちの問題？ねえ、映像クルクルしてる？映像クルクルし、ほら、映像かくついてる？みんな。あれ？こっちかな？いや、ボラギノールの CM みたいになってる。普通のあれにした方がいいのかな、うん、あ、そっか、あ、いい、できる、うん、これはやめた方がいいのかな。リーバイパイちょっと広いのかな。え、みんな見えてる？たまに止まる。ごめん、こっちだ。電波分散しちゃってんのか。あ、まあ、ちょっと待って、じゃあこれこっちしちゃえば、こっちで見れば。そうだね、これやめとこう、うん、ごめんね、うん、俺が電波食っちゃってんだ、こっちで。映像直ったら教えて。たまに止まる。声だけは聞こえてんの？声は聞こえてる？映像だけ止まんのは。映像だけなのかな。どうなんだろう。音は聞こえてんの？レスポンス遅いな。電波が悪いのか。これ電波悪いですか。入りますよ、ここ。そこ、じゃここら辺自体が電波悪いから。電波悪いんだ、うん、声の方 OK、 了解。一応このその Wi-Fi から拾ってるのはそっちのだけの、うん、あ、じゃあ関係ないな。監督の方だけにしてるよ、今。あ、じゃあ関係ないわ、うん、じゃあつけちゃってもいいんだ。じゃあこっちの Wi-Fi の問題だ。いや、大丈夫でしょう、別に。やりましょう、うん、あ、見えてますね今。こっちは、ここ大丈夫。これフリー Wi-Fi で拾ってるけど、うん、
じゃあやりますか。どうすればいいんですか、僕は。そっちでやりますか。上にかけとか、うん、あ、もうハブとか絶対忘れる、うん、お、いや、シルバー作ってんの。俺はアーティストだからいいな、俺アーティストだからってよくわかんないはってなりますよ何でもやる。猫マー、俺のプロフィール欄に LINE あるから LINE 申請して、リスナーさんもつながりたい人は LINE コンタクト取ってね。わあ、やっちゃったよ、外しちゃった、やっちゃったよ。あ、すぐ直る。おお、さっちゃんいらっしゃい。何をやるのかっつったら、楽しいことをやるんだよね。やりたいことをやってるだけなんで何をするのかとか言われてもね、よくわかんないかな。で、あれなんですよね、二人がかりなんですよね、これ。そう、僕が切るから、はい、監督が開いてくれればいいんだけど。ああ、了解です。ただコントロールが怖いじゃん。はい、怖い。あの、この手術用のメスバで行くから、はい、あのスパッて行くから、はははあの、あれをつけてほしい。うん、プロフィールから LINE 申請できるから、猫間だって送っといて。うん、みんなも俺と LINE つながりたい人、なんか、あの、連絡ちょうだいね。あの、オフパコしたい人を主に募集してるんであの、本当に笑い事じゃなくて愛のないセックスできる人募集中です。全く愛のない情熱的なセックスしましょうまあ、しなくてもいいし、ただ繋がりたくて、なんでもいいです。どうしよう、ガチホモから問い合わせ3件ぐらい来るんだよね男ですけどいいですかつって、ダメだよつってお父さん、そっちも行けますかつって、いけねえわつって、デュフフつって、はい、リコタン、お疲れ。これね、うん、指先がないね。じゃあ意味ねえじゃん。そうこっちだったら指先がない。俺汚いもん。いい、それは綺麗。いや、俺は開くのね。そう、へい、開いてもらって。え、これで、これは何なの。これはあれか、れ開くためのだったら、あ、そっか、すんげえ硬い。どうすればいい。本来はさ、うん、これをさ、うん、刺してこう刺してさ、グッと開いて、こうなって、うん、こうやって切っていくんだけど、じゃあ俺はその作業やればいいのか。でもこれがいけないから、うん、監督はもう、うん、普通に
こういうふうに、うん、で僕がその中に突っ込んでいくんだけど、うん、ちょっと危ないね結構。そう危ないんだよこれ。コメントの音つけるか。透明だから結構さ見えるけどさ、こっちが見えない。ああどういうの？ああ切ってるところ見えない。うん。深いところね。でもさこれ、うん、厚すぎるよ。うん危ない。うん分かった。ここら辺まではさ結構切れてるんだよ。うん。ね。まあそういう問題もあるのか。でもさこれ余分なところさ、うん、いや仮にあんすよ。ダメなの切っちゃったの。こういう落としちゃえば、うん、ダメなんだ、うん、じゃあやりますか、うん、どっから行きます。どっから行きたいですか。一番簡単なこっち、うん、こっからってこと。そう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 。オペじゃないですかもう完全に。そうなんだ。ます。うん。途中でちょっとずつこうあの休みでるからきつくなってきたら言って。はい。パチンってあもう無理ってなるちゃうと、うん、パチンってなると危ねえかな。うん。うわすげえ宇宙だ。記録残したいですよね、せっかくなんで。そうだね。見えてる？みんな。これで見える？その方が見やすいよね、多分ね。これ、ちょっと出ちゃってますね。そう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 、そこね。ちょっとだけこれアウトっすね、ギリギリ。あとね、これ多分3玉足んなかった。3玉か。3玉あったら、うん、行けたいんだけどね。サンタマか。これは確かに一人じゃ無理だな。そうでしょ。これは無理っすね。でパンパンになって。ここむしろここまで結構行きました。うん、でじゃあ行けるとき言ってください。はいよ。いいっす。危ない。うん。そっちから行くんならこっち行きたいですね。うん。あ、ダメだか。なるほど。こっち楽なんだ。こうかな。いい？はい。頑張ってください。シャムさん腕がプルプルなりそう。うん。腸筋はね、根性と力技だから。
おお、だいぶ進んだ。あ、結構いいペースになります。すっげえ進んでる。僕が今、30分ぐらいやるぐらいのスピード。まあそうっすよね。一人でこれは無理だ。むしろよくここまで。結構きついでしょ。うん、ここからきつい。後ろ結構行ったからこっちか。どこだって。なんでこっちは全然行ってない。監督こっち来て。うん、の方がいいか。そうすると、楽かもしれないな。ほう、うん、うん、ちょっと待って、うん、いや、逆にちょっと一回ここをあの開けてみて、開けれる？あ、ですか、うん、いいよ、ちょっとここでちょっとやらして、はい、はい、アルカイダさんはドツ。はい、はドツ。これさ、うん、真空脱法できてる方とできてない方じゃ、こっちの方ができてない方の方が柔らかいよね。うん、ね、全然ですね。全然柔らかい。やっぱ密度が全然違う。すごいね。でもだから真空脱法できちゃってたらこっちがもっと沈んでたってことですよね、よく考えたら。あ、なるようになってんだ、このギリギリ、うん、どうしましょう。ちょっと待って、はい、これ、うん、これ7つやらないですよね。ここだ、ここだ、
対してセンターでなるべくやっていかないとさ、あのゴム目ってのができちゃうの。ゴム目をなるべくできないようにしないと。ちょっと待って、形を確認しよう。どういう風になってたんだよ。あ、こうだよね。こういうことだよね。こういうことなんだよね。こうなってます。そうだよね。で、そういう風に反り上がってんだよね。こうなって、うんうん、こう。そうだよね。オッケーオッケー。じゃあこれがさ、シンクダッポできてないかもわかんないんだよね。わかんないですね。見てる、見ます、見ましょうか。ゴム、この前俺が作った作品をゴムの中に閉じ込めてるんですよ。こんな感じですね。ライトが、ライトで白飛びしちゃってるから見えない。こんな感じで中に埋もれてます。今取り出す作業ですね。はい、あ、いった、うん、大丈夫ですね。記録をね、シルバーをどうします。どこから行きます。ここから続き行きます。シルバーワードのスタッフもし募集するようになったら、ね、筋肉隆々の人にしようか。マッチョドレさんドレさんの老後のあどうつってこうって引きちぎればいいんだよ。やだな。こっち切りたいかな。こっち切りたい。こっち側切りたい。こっち側切りたいな。はい、了解です。パンタンさん自家製電化。まあそんなもんだね。こっから行きますか。見づらい。見づらいな。縦で。縦でこう。うん。うん。あ、これいいね。うん。まあいいね。あれ一発目。ここからなんかあったっけ。これは背なんでないですね。まっすぐアーチですね。うん、まっすぐというか、湾曲アーチ、うんうんうん、一旦休憩で、うん、いい感じだ、いい感じですね、いい感じ、よし、いきます。はい、うん、そっか、入らない問題もあるのか、深すぎて。一回止めます。はい、オペだな完全に。そうでしょ。ですね。オペでしょ。うん、自家製点がだんだんブロックするよ。はい、ブロックで。自家製点が。マリウンさん、感動の方が出てくるところワドツ。はい、ワドツ。青のハートありがとう。どうしよっかな。行けるところから行きたいんだよな。こっちが深く、うん、こっち難しいですよね。だから難しい、うん、こっちすげえ難しいから、こっちから開いちゃっても関係ないのか。まあ、こっち開いちゃいますか先に、うん、ここ、うん、の背の部分。あ、なんで真っ暗。
カズさんそこにチンコ入れるの？うん、そうそう。理解はい。そうそう。カズそうだよ。なんで？うわち。あれ？みんなマック、あ、また来た。どうしよう。うん、こっち側じゃ無理だ。俺の手が切られる。うん、こう。はい。うん、はい。紹介を、うん、ちょっと一回手にちょっと、結構切れてるかも、ちょっと攻めよう、ちょっと攻めるかな、これで開いてくる、うん、これですか、うん、限界です、うん、よし、まさか 金量との戦いだとは思わなかったな。トレーニングマジでね。そうですね、これ腕かなりいいっす。これはパワー系だな。いきますか。大丈夫ですか。よし。よいしょ。いいっすか。うん。はい。そうなんすかね。こう、うん。ここが一番難しいんだよな。難しいですね。でもこっちを切り進めるって方がいいのか。うん、まずは。それ開きやすくするっていう。そうだね。ですね。まずそうしよう。
映像の限界、スライトが多分強すぎるんですよね。こっちだ。うん。いやない。まあまあまあいいんですよ。どこだっけ？どっちだっけ？こっちこっちだ。こっちで。うん。今更思ったけどさ、うん、指先でこうやってやってるんだからさ、うん、全く意味ない。全く意味ないです。ただグリップがこの辺がちょっとそう。だから何言ってんだろうこの人と思って、指先切り落とさないように軍手つけてね。でもこれ穴開き軍手なんだ。はははって言ってるからどういうことと思って。そう、指切る前提じゃんとか思って。そう、今気づいたんすか。綺麗かどうかとかさっきすげえ気になってたけど、そうそう、こっち綺麗だから、そう、そういうことじゃないでしょっていう。ちょっとカメさんはどっち、言いなさいよ。うん、いやまあいいやと思って、なんかあんだろうと思って、何もなかったよ。何もなかった。ただ綺麗か汚いかで、汚いかって言うだけ。最終的にはそこに意識が、おー、なるほど。あ、笑えるわ。笑えますね。人間って不思議。さて、行きますか。どうだ。なんか詰まってる気がするんだよ、こっち側が。あ、でもそうか、そういうことか。どうか、裏側に入り込まないとダメなんだ。うん、うん、どっちから攻めた方がいいんだろう。切れば切るほどパワーいらなくなりますからね。さっきの音が入ったの？手がやっぱり優しい方がいい。だから慣れるようになってるんですよ。そう。その方がグリップ良かった。それともうちょいこっちから進んでいっちゃう。どっちの方向は、こっちの方が切りやすいっちゃ切りやすい。切りやすいですよね、うん。やりやすい方からいきますか。うん。どっち側で。こっちで。うん、はい。あこさん、今来ました。何を作ってるのですか？ちょっと待って、もう一回ちょっと、うん、どういうふうになってんだ？
全部切っていくから普通に切っていくよ。頭の中整理させて。いいのか、いいのか。うん、もう一回開いてください。はい。はい。そこからいくんですか。作品のセンターから見切れてるから、うんうん、いい、うん、ああ、いったいったいった、うん、ちょっと止めようか、うんうん、いいですね。何を言ってる。特製テンガです、マコさん。すごく気持ちよくなるテンガをおっさん2人がどうやったらいい天下が作れるか。でも世の中には天下開発してる人はこうやってどうやったら気持ちよくなるのか、もっとイボをつけませんかとか、大人が本気でやってると思うと素敵な世界ですよね。鼻もうちょっと小さくいきましょうよとか、弾力がなとか、大人が本気でどっかでやってんすよ。あれソフトオンデマンドって中野でしたっけ。あ、そうなの。坂上じゃなかったでしたか、天下の会社。確か中野坂上です。行ってみたいね。だからあの辺 AV 女優めちゃめちゃ多いんですよね、住んでんの。そうなの。はい。こっちから行きます、今度。うん。あ、でももうほぼ。そうね、ここはでもつなげちゃえば。うん。うん、もう、オールが見えてる。マルちゃんさん、鹿の角ですか。おお、来た。はい。どうすか。来た。うん。やったぜ。作品が出てきましたね。いい感じに切れたね。うん、いいっすね、いいっすね。うわぁ、いいっすね。これさ、超絶景です。ここのセンターをさ、結構意識してたんだよね。うん。いいっすね、いいっすね。うん、いいね。これ撮っていいっすか。もちろん。ここら辺大丈夫。ちょっと気になりますね。おぉ、帰ってきた。おぉ、お帰り。これ、ゴム型も特製だからね。これ、こんなんじゃない。普通のやつ見せた方がいいか。普通のシルバーの指輪とかのサイズって、これくらいのサイズなんですよ。これくらいのサイズが普通なの。今回、シルバーはどう？このサイズっすよ。それで、ゆうこさんから、これ、一人でやるの無理だってなって。それは無理だよなっていう。このサイズ。で、これがもう業務用じゃできないから、挑戦しましたよね。すごい。機材ぶっ壊れましたもんね。うん。ぶっ壊してまでやってよかった。このサイズ人生作ったことあります？ない。ない。ないっすよね。多分このサイズ、プロでもないって。20年近くやってるプロで、普通がこのサイズね。業者さんでもだって無理ですよね。業者さんで一等買いだよね、これじゃ。あ、完全に。あ、でもあの人たちほらそれ用のさ、はい、持ってるけどさ、一等買いだとすごい高いし、うん、これを試行錯誤でやるっていうこの、うん、バカさ加減がすごいよ。でも空気の玉できてないっすよ。奇跡じゃないですか。普通空気の玉来るでしょ。奇跡じゃないですか。
へこみなくない？あります？あんのかな？ちょいあるか。若干はあるけど。あ、若干ありますね。まあでも許容範囲ですよね、これ。いや、ペーパーで。ワックス、うん。だからよかったんだ。ワックスでこれ流してみて。ワックス流しますか。次の作業いきますよ、皆さん。すごいね、ここもみんなに見せたい。パチンコの玉で水かさ増しだから、パチンコの玉入ってるからね。あのゴムの液が2缶買ったんだけど足りなくて、あのかさ増ししようっつってパチンコの玉埋めたんだよ俺ら。すごくない？急遽ね。シルバーワドはパチンコでできてるっていう、こうメタファーですよね。パチンカス、うん、パチンカスも役に立てるという。あ、できたよ。できました。あのこれはもうだから役目が終わりましたね。こいつは、いやー、そうそう、メスは硬そう。次はね、ワックスって言って複製品を作る作業ですね。いやー、すごいな、ほんと。結構感動っすよ、これは。ああ、そっか、ここ埋めないと。ゆうこさん、これ穴埋めないとですよね。ああ、いや、穴はテープであった方が、はい、多分流れやすい。ああ、もうじゃあビュービュービュって出しちゃう感じで。なるほど。いや、うまくいくかな。もうそれ取っちゃっていいですもんね。どうですか、なんか見た感じ、今の段階でワックスその流れそうっすか。うん、いけるんじゃん。いける、うん、いけると思う。よっしゃ。うん、いいな。ここら辺とか写真撮っとこう。いきます。うん、世界ですね。踊る便所太郎 R のりたさんを。監督、今度は何に目覚めたんだい？え、シルバーですよ。ずっとやってるシルバーっす。
弁当さん、あー目覚めたっていうかいつも通りっすよ。シルバーを作ってますね。戻る弁当太郎 R のりたさんがシルバーアクセか。そうそう、あのパートナーのよいこさんです。あんま言わないシルバーあの20年やってる、うん、かわいい見え方全然違いますよね配信だと、うん、僕でも太郎さんに、太郎 R のりたさん師匠ができたのね。そうそう、いやずっと一緒にずっと教わってるんですよ、うん、もう半年、え1年くらい経つ、うん、あだって捨て頃2来てるし、捨て頃2き、あ物販、そう捨て頃2にも物販で参加させてもらって、あとその前に一回僕あの便所さんと一回会ったことあるんですよ踊る便所太郎 R のりたさんがモノハンの人か思い出したどうもです。配信大好きで、もう何年ぐらい見てます？配信、配信はもう 10年ぐらい、そうだからもうあれですよ、もうずっと大好き、配信大好きで、で出会ったんですよ、うん、あもちろん便所さんのことも知ってるし、そうっすそうっす、いけます？ワックス、そうね、次の工程、踊る便所太郎 R のりたさんが誰か完全に分かったか、分かった、うん、結構古くからだから、でももう今までサイレントでやってたんだけど、もうめんどくせえからって俺が言って、小手半も顔もいいでしょ、いて、あ、メスしまいません、絶対僕切ります。そうそうす、シルバー頑張ってますよ、ゆっくりゆっくり時間かけて。これが原型で、今ゴム型っていうのを切ったんですよ。で今度ゴムをコピーするワックスっていう作業に入ります。もう6割ぐらいいけましたよね、工程的にはもう見えてきましたよね、完成まで6割ぐらいかな今現段階。じゃあタロちゃん、その説はどうもですじゃあワックスいきます皆さん、見えてる？じゃあいきますか、引きで、ポンプですね、あれで足で踏んで、で、あの作ったゴム型に、ロウ剤をぶち込みます。簡単に言うと、そうするとこういう複製品がたくさんできるっていう作業、うん、こういう中身の液体の材質を変えたこうフィギュアができるのと一緒、この原理ですね。だから歯科技工士とかフィギュアの造形師と全く同じ仕事なんですよね。あのやる製品を作る過程が違うだけで、フィギュアの原型とシルバーの原型と歯科技工士の原型作りとか結構似てますね。ジャッキーさん、天国はありますかね？天国ありますよ、天国ありますよ。我が子が、我が子の複製品ですね。楽しみだな。はい。こういう風にね、あの指輪もこう、こういう風にコピーが、要はこいつを作る作業です。
かなかシルバーアクセサリーとかシルバーを作るところって見れないですもんね。結構貴重な映像になると思う。確かにそうだよね。うん。あるんですか、シルバー作ってる。なんか教材ビデオみたいなのあるのか。まあ教材ビデオみたいなのあるけど。あんま見ないですよ。まああっても司法者が作ってる。シーフォースは採用どれくらいなんですか、その本屋さんの中で。ナンバーワンじゃない。あ、ナンバーワンなんですか。工具屋の中でナンバーワン。あー、日本一分。へえ。取り扱ってるカタログ分厚いですもんね、うん、いつもそれを採用ってなんだ。シーフォース、トミ君に見せてあげる。わ、来た。どうなんだろう。全部行きましたかね、綺麗に。ちょっとね。うん、不安ですよね。ドバッと出た。これでもさ。これがあるからさ、流れやすかったんですね。いいと思う、うん、こっちのブーンブーンっていうの見えたんだね。見えました、うん、上からブーンっていうの言ったら見えてるから。いい、ね、これ何分ぐらいですか。1分ぐらい。そうだね、ちょっと大きいから冷やして、うん、本当は冷蔵庫があるとこのまま冷蔵庫の中に煮込むんだけどいいっすね。早かったんですね、じゃあ、あの穴があった分ピューって。そうだね、ズバババババと。いや楽しみだな、はい、今命が吹き込まれました。よいしょ。天国はありますかっていうかね、向こうの世界では地獄がない。そもそも天国しかない、本当のこと言うと。極楽浄土みたいなね。楽しみだな。思ってたよね、パパッと終わっちゃいましたね。ね、うん、1時間だ。最初のミーティング良かったね。うん、スピリチュアルミーティングが、うん、最近なんかカメラ教わってる人とかに、うん、あの女の子いるじゃないですか、うん、メイクの、うんうん、なんか宗教みたいで気持ち悪いもんとか言って何なのみたいな、病気でしょとか言って確かに俺は全然そういう話、宗教とかの話してるつもりないんだけど、世間から言うとそういうとかがある、うんうん、そのうち、うん、内容に、和道用に、しないといけない、うん、あのミックスさせないといけない。これ若干ミックスさせてるけど、もっと配合変えないといけないかもしれない。硬い。硬かったり、あと作品によって若干の、うんうんうん、粘度、あと収縮率とか、うん、
ちょっと硬いなって印象ですね。じゃあね、あんまり柔らかいと今度なんていうのかな、あんまり柔らかいとこのエッジが効かなかったりとか、手で持ってこうカービングしてたりとかドロッピングした時に、作業がその分こう熱が伝わりやすくて、そっか、曲がっちゃったりとか、まあ、それがいい風に捉えないといいんだけど、うん、大概の人は嫌がるから、うん、これスペシャル配合なんですか。じゃあ今のところ僕は自分で使いやすいと思ってる。あ、じゃあそれで慣れた方がいいです。むしろ僕が、青の柔らかいやつ使ってるじゃないですか、うん、でターコイズダメだったんですよ。でもターコイズに近くないですか。あとほら、うん、今さ、ほらなんだっけ、なんかこれいいよみたいな、この間言ってたカービングターコイズですよ。ターコイズと、オレンジだっけ。いや違う、それと、うん、ああもう一個のね、もう一個 の、はいはい、造形をするみたいな、はい、あれさ、はい、あれの 中身さ、ちょっとさ気になるんですか。そう、あれさちょっとさ、はい、スー君にさ中身ちょっと教えてっつって、うん、マイフリッツマイフリッツ教えて買ってあげないと自分で作っちゃったちょっとだけ買っとく、買うから、あと答え合わせちょっと答え合わせしようかっだって買わないっつってないの、うん、なるほど。まあね、いっぱい他にもお金落としますからね。そう、うん、共存ですからね、我々は。そうですよ散々僕だって安い賃金で叩かれて、うん、で、独裁ものばっかしやらされてパートナーですからね。いや、違う、カズミちゃんじゃなくて、うん、司法するね。うん、もちろんもちろん、はい。でさ、俺さ、なんか知らんけどさ、お客様が言うのここが、まあ、ちょっとこのほんの少しなんですけど、お財布って嘘でしょ前回ちょっと多いって言ってなかった。いや、だからイメージの共有でトラブルが起こるんですよね、めんどくさいのが。いや、言葉とか図面とか思考とかいろんなものを使ってるから、うん、テレパシーでいいものはいいで伝わるんですよ、本当は。思考ってめんどくさい、言葉とかバンで飲んでグンとかさ、うん、そういうのでいい。でも分かってる人だんだん、その写真撮った時のバーンってなったんですけど、その要は繋がるんですよね。あ、この人これ言ってんだって分かるようになるし、うん、その抽象的でも、うん、あ、はい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 、その絵ねとか、うん、それで、僕、知らない用語とかも出てくるんですよ。もっとパースを上げる、パースのために学校こうでとか言っても、知らない単語なのになんとなくわかるんですよね。ああ、なるほど、みたいな。で、昨日写真の構図の勉強してましたね。パースっていう概念があって。面白いですよね。老眼さ、老眼率多いな、俺の知り合い誰がいる。のんちゃんこんなんなってますから、うーんつってのんちゃんで何やってんのつったら老眼だっつって、そうそう、寝る前にね、結構きついんだよ。でもあれなんですよね、老眼だから遠くのものが見えるよになるんですよね。だから一旦視覚が良くなるような現象が起こるんですよね。視覚が見えなくなって。いやでもね、僕の場合なんかね、それプラス鳥目みたいな感じだから最近車の運転をさ、はい、はい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 、まあちょこちょこしてんだけど、はい、え、免許と、あの教習所、もともと、そっかそっか、あ、そっか、持ってたのをペーパーをあれするためにだ。ある程度昔は、うん、もうなんだろう、あの時って
今みたいに飲酒運転がうるさくなかったから、うん、もうバンバンそれこそさ、あ、だから俺のガキの頃だよな、あれ法律変わったの、うん、ですよね、12年ぐらい前でしたっけ、ですよね、それこそ中野から、はい、みんな飲んでたもん、そう、中野から広北とか、うん、あっちの第三景品使って早い時なんて15分ぐらいダメでしょ深夜、いやでも飲酒運転に限ってあれ法規制、それは正しいよって今考えると思いますよね、飲酒運転ダメ、うん、なんであの頃あんなにみんな平気でやってましたもんね、ちょっとなんか悪い、ちょっまあ大丈夫でしょみたいな、そうそう適当だったよな、飲酒運転はよく考えだ絶対ダメだから、あの自分側サイドの大丈夫でしょうか、うん、が強かったけど、うん、今はもう、うん、はそう向こう側だから、会社の話は関係ないですからね、うん、事故率下がってるはず、開けますか、どうぞ開けてください、いいですか、どうぞ、じゃあ行きますよ皆さん、見えますか、行きますよ、電気つけなくていいの、電気つけると白飛びしちゃうんですよね、はい、いきまーす、おおお、入ってる、失敗あーもうちょいか、もうちょいですね、惜しいですね、まあとりあえず、まあとりあえず第1号、おお、あこういう感じなんだ、うわで今撮ってて撮りにくいとことかあった、いや撮れましたよ、今どこが入ってなかった、おお、じゃあ先生確認を、僕はわからないです、そこがへこんでる、あそっか、それも答え合わせしないといけないんでしょう、なぜへこんだのか、ここからここがないようにするためにちょっとずつ細工をしていくんです、うん、下の方ですね、へこんだの反対側かな、反対側のここ。またかっこいいへこみ方してんな、うん、これはこれでもうこれでいっちゃうっていうのもありなんだな、かっこいい、うん、これでいきますこれだけ適当っていう、毎回毎回これ取れたものによって違いますね、ちょ一回さ何もせずに、はい、ちょっとこれ、うん、もう一回ここに入れてやってみていい、入れて、あいいっすよいいっす、ああなるほど、うん、ちょっとねストッパー代わりに、あ確かに外から圧かけて、うんうん、確かに確かに、手だとカバーリングできないから、うん、でかいですもんね、そう、さっきほらこれで僕やってたじゃない、うん、これで外カバーなんで、うん、グッてことなんですね、うん、あそう、それでやりますか、うん、それは一応取っておきますね、はい、第1号です、こっちが原型の粘土で、これが複製品のワックス、ろう剤、ろうそくですね、ろうそくとか石鹸とか、あだから便所太郎さんの石鹸とかもこの原理で言ったら形こういう風にできるんですもんね、あのゴム型切って石鹸の石鹸の、あそっか、石鹸液体だからゴム型だけあればいいんだ、これがなくてもいいんですよね、うん、これに漬け込んじゃえばいいんだ、これがありゃあったで、うん、もっと綺麗にできるし、うん、すっげえ大量にできるじゃないですか、ね、なんか多分石鹸はまりまくってて商品化できますよね、うん、どうしよう、便所太郎さんがあのなんだっけ、あの流行ってラッシュみたいになったら笑えますよね嫁太郎さんがずっとこの、ね、そうそう、ギュッ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 踏みながら、うん、キュキュキュ、嫁太郎さん会ったことあります、いや、ないです、結構可愛いんですよ、へ、うん、あ、その可愛いっていう情報は、うん、監督からは、そう、あの嫁太郎、タメなんですよね、確かタメじゃなかったかな、同い年ぐらいなん
んですよ、多分。近いんですよ。あ、俺より若かったかな。監督の放送で聞いたのが僕が初めて。そう、嫁太郎ね、結構可愛い。昨日だっけの、どれだっけ、3000円かなんかかければこのぐらいの、うんうん、まあ、美味しいものを食べれるよっていう放送はやってたからちょっと見せたみたいな。え、なに、ベゾスさんが。そう、3000円かけたら、3000円以下で美味しいものが食べれると。そうそう、いい企画だな。3000円ぐらいかけ、肉で 1.5 キロで3000円ぐらいだと、こんぐらい美味しいんだよっつって、うん、多分リスナーが高い肉食ってんだろうって多分言ってたのかな、うんうん、あ、でも、あ、面白いな。そうですね、ここがやっぱ埋まってないんだ。でも、あ、でもこの失敗は面白いな。あの、いや、なるべくしてなってるな。これくらい削ってもいいんだ。これ俺に、あ、そっか、まだ決まってないか。一個一個全部違うわけじゃないの。その前の段階だもんね。そう、前の段階ですね。本当に いや、もう考えてないっすね。あの、要は買いたいっていう人が いて、うん、インスピレーションで行きます、僕は、うん、じゃあもう一個一個違うよぐらいの勢いで、うん、それがタムタムかどうかかなんかが今、うん、そうそうそうだって結局ね、タムは俺が作ったものを身につけたいわけだから、俺が100点だって言ったら、ぶっちゃけさ、今の第一、うん、さ、うん、一番最初に取り上げたやつ、それやつをさ、うん、タムに作ってあげたり、タムは喜んでね。いや、そうそうそう。だから、ね、いや、必然的にオーダー来てんのタムだから。そうだよね。そう、必然的に1号はタムになるんですよ。そうだよね。うん。じゃあその子タムなんじゃない。いや、これ、うん、もう見てみてですね、流れを。どうなんだろう。これレジン、これレジン、あ、そっか、レジンもやってみたいな。レジンやるんだったら、うん、何するんだっけ、粘土で型を、うん、取った方がいい。あ、いや、いい、これでレジンいけるか。いける、機械レジン、この中にレジン流したらいいの。半々レジンって液体っすよ、僕が使ってる。別に流せなく、流すっていうのはもうパカって割った時点でそこに流し込んでってこと。うん、ここに入れれば。あ、それじゃあな、圧力がある。要はいつもはこういうのにザーって流し込んで2日置いて、これをパキって取るっていう工程だから、だからこうすればいい。液体がこの中にちゃんと満たすことができたらできますね。レジンってただ本当にあの、はい、ペコッな、要はこれだったらこの中にレジン流し込むだけなんじゃない。そうです。で、逆面がなんかこう、なんかに、逆面に立って、例えばそういう模様がついてたら、うん、どうする、それ、かぶせんの、うん、あ、お姿と寝姿かけて、ポッてかぶせた。いや、僕は、こういう、これの薄いやつあるじゃないですか、下敷きみたいな、あれを丸めて、その中に四角く穴切って、そこに入れてやってますね。で、そのカバー、下敷きを取るみたいな、プラスチックを取ると固まってる。あとはヤスリで綺麗にカービン、あの、綺麗にするって、面を整えるって。
使える、あのなんか化学反応起こらなければいけますね。カッターで切ります。フリーワイファイ、フリーワイファイ。え、みんな映像は綺麗に見えてる？あ、カビにしやすいっす。やすい。しやすいっす。めちゃめちゃやりやすいっす。これ。めちゃめちゃいいっす。これはいいっすね。正解でしたよ。じゃあよかったよ。いや、プロが正解出したんだから正解なんですよ。昔作ったから配合なんか忘れちゃったけどいつも忘れちゃうから。やりやすいですね。大丈夫です。そっか、それも再利用できるんだ。そう。素晴らしい。無駄なものなんてなかったんだ。なかったんだよ。世の中に。やなかった。すごい。誰も答えてくれませんが。え、ねえ、みんな、なんで答えてくんないの？見えてる？ほんとだ、忘れてた。みんな作業してんのかな？うん。タイムラグ結構すごいね。え？僕の方では。いや、そんなことないですよ。1、2、3、4、5、5、ほんとだ、6、7、8、あ、結構あるな。10、11、12秒か。楽いな。仕事してる人が多いんじゃないですか。作業中に多分見てるんですよ。そうだよ、うん、みんな、僕もそう、うん、みんな作り手とかアーティストとか運転手とか経営者の人も結構多いですね。ちょっと特殊なんですよね、うちの放送が。コメント勢、参加型じゃないんだよな、うん、結構、うん、なんだっけ、うん、聞いてて一番うるさいなと思うのは、うん、なんだっけ、うん、走ってて、うん、計測しろっつって、あうるさいなって、だから閲覧減るんだよそう超ウケる。いや難しいっすよ、だから配信本当に大変だよ、うん、正解ないっすからね。だってやめてほしいな、あの、うん、電車の中でさ、うん、電車の中で聞いててさ、うん、僕ほら iPad Pro で、ね、iPad Pro でさ、うん、10.5 インチなのにさ、うん、それで俺爆笑してると周りすげえ変な目に見られる、うん、まあ、病人ですよね完全にあいつ iPad 見て爆笑してるよっつって決まってるでしょってなりますよやばいよ、やばいっす。タムってそんな感じなんだ。あ、タムタムそうだろうな絶対そのタイプですよね、タムは。タム絶対そうだよね、うん、病院の隣の病室の人とかに一緒に見ませんかっていうタイプで面白いですよつって、いい人だもんな。あ、面白い。あ、楽しい。なんかこの質感いいですね。いい感じですね。これはいい配合だな。あー、なんかいい。あー、いい。集中する。あー、この瞬間いいわ。こういうのが好きなんだろうな。
ちゃうの。お好み？うん。できた。できた。今2回目やる。シルバーワード。絶対かっこいいと思うよ。要はこいつがこれに変わるんだけど。タムタムのではないかな、まだ。まだ製品化っていうか、その作品として渡せる段階ないね。いう感じか。すごいよね。なんでさっきからエヴァなの？ひたすらエヴァなの。わかんねんだよ。前どっかで歌ったでしょ。昨日じゃん。昨日が猫間が歌ってたから。いや、違う。違う。監督が歌ってたかな。歌ってる時に聞いたんだよ。いやもうあのボーカル声結構高くて僕のキーが出ないんだよ。昨日の尾崎、なんだっけ、なんか尾崎の誰、シェリー、うん、あのスタンドマイクさ、うん、あれ僕もあれで歌ったことあるんだけどさ、うん、あれいいよね。かっこいい。あれはかっこいいですよね。やっぱ骸骨マイクもあれだからデザイン勝ちですよね、あれ、うん、別に音質ぶっちゃけ良くない、うん、良くない良くない、うん、持ちづらいし、うん、いやあれはデザイン、あれ最初に使い始めたの誰なんだろう、骸骨マイク。昔あの新大久保と大久保の間のカラオケ屋さんに、はい、奥さん、今の奥さんが行く時に行った時にさ、はい、あれを借りて、はいはいはい、すげえ気分良かった、うん、ロックンローラーズ。ミュージシャン用になんかオリジナルのマイクホルダーとか作ったらなんか買ってくれそうだな。なんかボーカルってギターとかって選べるじゃないですか、ドラムとか、うん、もちろん音優先で選ぶんですけど、デザインなところもあるじゃないですか、ギターとかって、うん、マイクって本当骸骨マイクか、うん、普通のダイナミックマイクかぐらいしかデザインないんで、なんかこのグリップのところを、うん、なんか指輪みたいにデコってあげたら需要あるかもしれないですね、高くても。相当返してくる。道具を作るっていう発想がすごいよ。え、でもぶっちゃけ同業で道具作りまでやる人いないんじゃないですか。ありも僕知ってるのは一人かな。その人から教わったんですか。うん、その人はすごい、あの本当に僕はもう尊敬してて、うん、嘘でしょって思うとこまで、うん、絶対いないと思うんですよ。そこまあ多少加工はするかもしれないけど、この発想力ってだって例えば本業がミュージシャンで、うん、いい音楽作るためには楽器作るわみたいなことやってるんですよ。そういうことでしょ。そうそうでも、うん、あのだから本当のオタクってそうじゃないですか。あのオーディオオタクでも何でも、写真、いい写真撮るためにはカメラ作るしかねえな、みたいな。その発想すごいよな。道具作るの。ヤスリから何から作るところから始めるの。自分の作品を。おお、セフィいらっしゃい。ね、だから、シーホースのトミーとかが、うん、や
や、わかるけどさ、うん、って言うのよ、うん、いや、でもさ、それってちょっと面倒くさくないとかさ、でしょ、うん、でも、結局なんかこう、使ってみて、だから、うん、これちょっと使ってみなよ、使ってみなよっていうか、こう、ほら、こういう風に改良したよとかって言うと、うんうん、次、まあ商品出す時の新製品、次になんかこう見に行った時に商品になってるからね、うんうん、おいっつってパクられるいやでも大事な、いい貢献をしてるんだ平気な顔してるから、本当にあのお客さんとかになんかこう、ね、どっちがいいんですかねとか店員さんとか聞かれてると、うん、すげえなんか俺見つけられたりすると、うん、ちょっといいよみたいなまあでも現場はそうですもんね、現場は現場の気持ち分かる人じゃないと伝わんないですもんね、高いのがこれ高いからやった方がいいですよ、うちにボスに高いだけだからです。画質どう？セフィ今いる？画質今日悪い？問題だと見えてたらいいんだけど、
魔法の部屋だよ。部屋一面が工具だから。すごいでしょ。全部工具。魔法の部屋だ。いいでしょ。ペンチだけでこんなにあるの俺コレクターかなって思うもん。ヤスリとかだけでももう全部とんでもない。トンカチだけでどれくらい、ハンマーだけでどれくらいあったっけ。聞くもんな、ほんと全部ハンマーだよこんだか。で一つ一つに意味があるんだって、その使い方。こっちもハンマーだわ、とんでもないよ。リューターの先端だけどこの量だよ。一個一個違うんだって。ヤスリも。メガドライブありそうなの。メガドライブってなんだ。メガドライブって何？ゲーム。ゲームや。作業できたよ。今ちょっと問題があったから改良中。裏がねちょっとここの部分がコピーできてないから一応もう一回、まあこれはこれでありかなとは思うんだけど、まあ、失敗は仕事的なことで言ったら失敗だから一応まあ一応まあ正しくコピーしてみようみたいな一応ね、ほらいろいろあるじゃん何でもいいんだけど、俺が作ったら何でもいいんだけど、そういうことじゃないから。わかりづらい何、ね、いきなりだから中性洗剤飲むというギャグは伝わらないです。それを求めちゃダメだ、うん、欲張り欲張り狙ったギャグは滑るっていうその悲しいやつさ、伝わらない。今日はこれはこの後は何？今日だから偶然なんですよ。今日は休み。全部その後休みっていうか、俺全部休みだけど。ええー、それじゃなくて予定的に大丈夫なの？予定なんもないですね僕は。なんか帰ってどっぷり配信しようかななんて久々。ちょっとでもなんか俺配信やめるかも。やめないんだけど、あのこだわりはなくなった。稼ぐためにやろうとか。だから俺この5日間花火くださいとか一回も言ってない。そうなんだ本当に。だしやめてもやってもいい、やりたかったらやるっていう、そのいい状態ですね本当に。だからもう10時間やってたのが最近2時間とかする。
そういえば少ないんだよね。そう、やりたくなったらやる、うん、でそうじゃない時はもう本当に自由ですよ、適当、うん、だから本当に本屋行ったりパチ屋行ったり飯食ったり散歩してるだけの日とかありますよ。もったいないじゃないですか、稼げるから、うん、そうだね。ただ歩いてるんですよ、3時間ぐらい、うん、こんなん初めてですよ。完全に心解放された。昨日か一昨日もなんか、うん、ちょっと終わるわつって終わってちょっと散歩してくるわつって終わっちゃったもんね。散歩しましたね、普通に。だから世界のいろんな看板とかポスターとか見て、へーとかあーとか、あこいつすげーなーとか、こいつ全然ダメなんだなとか一人で言ってるんですよ。お前これねだろうとか、なんか建築物とか見て、この建築物全員人が作ってんだとか、何もう気違いっすよ。一人でブツブツ言ってるの、世界で遊んでるんですよ。面白いな、もともとこいつから生まれたのに帰らないんですからね。そうなんですよ、そうなんですよ、お前から出てきたのに帰れなくなるんですよ。空気。もうちょいあれかな。もうちょいかな。乾いちゃうんだ。やっぱそれ、それ、ドバッと、これを、もし、いや、流し込んじゃえばいいんだよ。あ、ダメか。これは、こうして、うん、そうそう。そうね。で、もうもっとダイレクト。ドバドバっとこう、ピッピッとね。瞑想符でもさ、もっと太いやつがあればいいんだけど、ないんだよ。ないっすね。うん。あったら、それで。あ、来た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 。よしよし。いい子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 。ビシャビシャ塗ってんです。ビシャビシャ塗って、こうやってピヤッと、よっほいほい、よっしょ、ダメだ。お、頑張れ頑張れ、よしよし、いいぞ、頑張れ、よし。いい子いい子、よし、いい子、よし、頑張れ。よし、いい子だ、よし、よしよし、いい子いい子、よし、いい子。抜けなくなるんだよね。でもそうしたら悪い子だよ。もうこれ対話だから。でも僕は良い子だよ。そうだ、よし来い来い、こよーし行こう、よーしよしよし来い、よーしいいぞ。よし、いい頑張れ、はいはい、おいで、はいおいで、はいおいで、もうちょっとだよ、はいリラックスリラックス、よーし、はい、もうちょい、はい、あ、頭出てるよ。頭出てるよ。それ数じゃん、もう生まれるよ。そうそうそう、よし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 、はいはい、ひひふう、
よし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 。おや。うん、よし。抜くとき大変でしたよね、これ。うん。うん、で地獄でしたよね。うーん、つってた。うん。一人で。火事場のクソ力とかはよくわかんないこと。ですよね。ですよね。やばい。これは大変だったな。よいしょー、よいしょー、はい、頑張れ。よいしょ。おい。はい、OK。行きました。はい。ああ、疲れた。疲れたな。やべえな。行きましょう。シリコン系の潤滑草。そうなんだよ。うん、シリコン系のね、本当にね、これあれでしょ、同業でしょ、うん、そう違うの、カズピーさん同業じゃないの、わかんないけど、そんな普通のリスナーがシリコン系のなんとかとか言わないでしょ。そういう風に言われてみたらなんかあるような気がしないでもね、うん、結構いるかな、3人ぐらいいるかな。でも今キャドとかなんだろうな、多分若い子で。オーソドックスに、あの原始的にね、中性洗剤です、うちは。インディアンだから、あの時代に逆行していくっていう、そう、ロストテクノロジーを駆使して、あの作る。70年代、80年代スタイル。業者とかでもこんなめんどくさいことやってないんじゃないですか。 3D で作ってパーッつってウィーンってワックス作って、ああそういうことだね。じゃないですか。そうだと思う。そうですよね。いやでもあの俺それ向きだと思うんだよな。要は、こうでしたっけ？じゃ、あのね、ここがへこんだわけじゃないですか、ここが、うん、これの向きなんじゃないかなと思う。じゃあこれちょっとこうやって回したらなんかいけそうなんじゃない？それ空洞になるだけなんじゃないですか、わかんないですけど。どうやっていけますかね。今これこれだし。行ったところこのこの、うんうんうん、意外にこれ使えるかもしれない。こいつ、うん、ああ目安に。そう。なるほど。下で。でその次今度こっちやってみよう。うんうんうん。じゃあパチンコ下だったんですね。そうパチンコ下。了解です。いやー企業秘密見しちゃってるなみんなに。秘密なんてないんですよ。実は。そうやれるもんならやってみろっすよ。カズピーさん、あのシリコン系の潤滑油、あの、なんだっけ、スプレー、スプレーのやつ、ちょっと持ってないですか？うん。持ってきて。ちょっと、ハンズまで買いに行くね。いやそういうの好きですよね。彫金以外の道具を彫金に使う好きですよね。だから昨日も上野行って僕彫金屋何軒か覗いたんですよ、うん、ここにあるものとないものの差が面白いですよね。 あこれ多分こういう使い方じゃなくて
そのゆうこさんが考えたその使い方なんだなとか、セオリーじゃないやり方いっぱいやってますよね。いやそれが本当はセオリーなんだけど、本来の意味で商品名滑り剤 KURE。 あーありがとうカスピーさん、ありがとう。滑り剤作れ。なんかあの吉川さん、なんつうんだ、うん、あの工具屋さんが作ったやつとかってさ、うん、結構使い方難しいんだよね。あなんかあのこうだろって説明書読まなくちゃいけないから、はいはい、昔ながらから使われてるやつって結構楽ちんじゃない。うん、シンプルっすよね、機能美っていうか、うん、1個のものに1個の役割シンプルに与えるって、うん、うまくいったかな。シリコンスプレー買った方がいいかもしんない。いや何個もやんないっすよ。次の工程のゴム型っすよね、やるとしたら。そうそうそう、でもそこまでいったら9割終わってるわけですもんね。あとキャストするだけですもんね。あ、じゃあこれワックスになったからグラム計算できますよね。
そっか、真空、え、次ゴム型切るときどうすんだ。うわ、取り出すときだる。入れるよりも抜く方が難しいじゃん、これ。うわ、めっちゃだるい。え、これ、どうやって取ったんすか？うわ、だる。これ、どうやって取ったんすか？ん？どうやって抜いたんすか？力いっぱい、目いっぱい。マジで？力いっぱい目いっぱいだけど、うん、ちょっと、はい、コツがあるんですか。そいつね、はい、どうします。おっしゃる意味が逆なんですよ。おっしゃる奥行っちゃいますよ。ここのところもっといっぱい塗っときゃよかったなと思って、うん、塗りますね。なんで奥に入れるんですか。どうしよう、僕も押しましょうか。どうする、ちょっとずつこれ出てくるんで。超時間かかるじゃん。これが一番時間かかるよ。そう、そっか、入れるのは楽だったんだ。そう、抜くの超大変じゃないですか。そこに、はい、また入れるんですか。はい、逆から入れた方がいい。あ、そうですか。このこっち、そうそうそう、最初押したり、押したりする理由は、ここら辺まで。そうそうそう。どうするのか。そうそうそう。それでまたこっちにやると、意外に動くわけよ。なるほど。だるあ、超だるい、これ。でしょ、はい。はい。浮気者？何が浮気者？なるほど、なるほど。そういうことか。なるほど、頭いいわ。で、僕はあれ、みんなより手がちっちゃいから、そういうことができるんです。なるほど。意外に。浮気なんかしてないけど、俺。何かもしれない。何が浮気者？壁面にも塗った方がいいんじゃないですか。うん、これで大丈夫。そう、ずらすことによって、うん、
張りますか。面白いからこっちで。これ。これステゴロ3。これ食べてるからね。おわ、じゃあ行ってみますか。でもこれじゃね、押すのって俺じゃなかったじゃん。ああ そう俺は何のトレ受けるトレーニングで行ってみますか。じゃあ開けるのも、あの下がこれとかあると思うんで、さっき開けた。あ、これさっきこれ下だったね。これを下に向けてでだよね。はい、作ったはずです。だから僕の予想を同じ失敗するとしたら、こっちは綺麗になる。そう下に沈むからで、入ってみよう。あら、大失敗。こいつをじゃあ逆にしよう。これはもう完璧に完全失敗。完全失敗ですね。ってことは別にこれが、あ、ほら、やっぱ下、ほら、同じ。ああ、そうだ、ね。だから、これ別になくてもまずこれはいいんだね。うん、で、うん、あの、監督が言ってるように、これ下じゃなくて、これ上にしよう。上にしたら多分、こっち側に僕の予想穴ができるとは思うんですけど、うん、やってみましょう。うん。うん、分かってきた。スピードを僕、ゆっくりにした方がいいと思うんですけど、それできないですか。圧を弱くする。弱くする。ゆっくり。でも圧弱くする。うん、やってみよう。圧強い方がいいですかね。ビュッと出るぐらい。いや、さっき、うん、絶妙な。そう。うん、そうなんだよ、うん。あのね、圧が強ければ、うん、バーっていくんだけど、最初に流れてここにドンっていくじゃない。うんうん、それでこの跳ね返り。うんうんうん、絶妙じゃない、ダメですね。そうなんだよ。大変なんだな。なんかこれ何回も撮って、うん、ここだっていう、その昔からそうなんだよ、うん。こいつのあれがあるんだ。そう、だからあんだけ、うん、あれ全部失敗じゃない。うん、あれ失敗なんだ。そうだよ。あれ失敗なんだ。ゴム型のその特性みたいなものも理解しないといけないですね。そう、どうしてもここ入んないなっていうところはそのうちでくるから、そしたらそこを細工するっていう、うん、大変だこれ。はい、こんにちは。もう一個は大失敗でしたね。いろいろ模索中です。もうここの部分が入ってない。楽しいな。難しいでしょ。ジョンソン。しっかりですね。さらさ、お尻さらさ。何するやつですよね、赤ちゃん。そうそう、あ、昔、うん、ちっちゃい頃これ使われてた。なんか使われてたと思いますよ。わかんないですけど、なんでですか。いや、僕らの時代はもう結構使ってたから。あ、僕の時代も多分そうですね。今ほら、あの、毛穴に詰まっちゃうとかさ、言われてるらしいね。あ、ダメなんですか。なんかダメというか、あんまり推奨されないみたいな。あ、そうなんですね。お尻とかポンチした後とかなんかポンポンしてますね、うん、お母さん。ダメなものなんだ。わかんないけどね。うん、わかんないですね。知らん、知らん、知らん。
漏れてる漏れてる。めちゃめちゃ漏れてます。いいですか。あ、マジで。ケツから漏れておかないかな。うん、あ、透明なんだ、綺麗なんだ、こんな色なんだ。あ、綺麗。へえ、こんな綺麗なんだ。ゆっくりはダメだね。やっぱ圧を強くしないとダメなんだね。ですか。こっちに来るまでにこっちが、少し押す。どういうことだったんですか。これ見てみないとダメですね。何度ぐらいなんですか。100度ぐらい。100度までいかないんじゃないかな。ここに温度計刺せば分かるんだけど、いつも感覚でやってるから分かんない。あの、やけどっすよ。やけど。で、剥がれないっていうのは、熱いんだよね。熱いっすよね。昔の相方がよく火傷して笑ってた。あーって熱い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 って言われそうですよね。固まるまで待つしかないですもんね。水につけてなんか人がそうなんか一生懸命やってる時にそういう失敗しするために笑いが出るんだよね。今度5月に相方が、長崎からね、来るんこっち、ちょっとぜひ合わせて、はい、ぜひここ好き、すごいよ、いやなかなか合うと思う。僕が本気で、あれがちょっとだいぶバカだったって、でも向こうはいや、ね、負けますよって言うから嘘でしょって、嘘でしょみたいな。わかんないもんですね。こういうのもさ、自然的なアート面白いね、面白い。生き物みたい、あったかいシュウマイ。ああ、電波がないって言われてるな。電波を届きやすいところに移動しません。システム変わってんな。電波ないんだ。これが悪いってこと？この相性が悪いのかな。電波どうですか？ああ。なんだっけ？なんですかね。まあまあ、記録なんて。
あ、カニ踊りだ。ネタになる。あれ面白い。ちょっと見てみる。ああ、どうする？どう考えても。横にしてるから出ないんじゃないですか。普通に検索するとこがいいんじゃないですか。ね。それね、いいのありますよ。これスペース長押しで、うん、ほ、うん、長押しするとこうやって選べる、知らなかった。マジ？そう、僕も4年ぐらい後で知って、これ超選択するの難しいじゃないか。うん、スペースを長押して、マジで？そう。僕だからこれはちゃんとなんか教えないとダメだろうと思いますよね。これ唯一の欠点じゃないですか。iPhone 全部そうっすよ。スペース長押しで、そう。知らなかったっすよね。だからみんなコピペに頼るわけじゃないですか。すげえ。そう。うまくできてんなって。絶対に誰にも教えんのやめよう。え？誰にも教えんのやめようって。なんで？シェアシェア。あ、あ、うん、あー、そういうことね。はい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 。はい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 。はいはい、もう滑り剤ってやつ。商品名スベリ剤。商品名がスベリ剤で、メーカーがくれってことなんですか。そういうことね。うん、だから、くれだ、くれじゃなくて、スベリ剤って、くれスペーススベリ剤。だから、それ、そうそうそう、やりましたよ、せっかく。さて。長押して、ギュッと、そう。で、スペース一回で、くれ。あ、くれじゃなくて、滑り剤。そう、これ知ったときびっくりしたもんな。これは、あの、あれだけなの？アップルだけなの？アップルだけですね。っていうか、あの、Google の Android とかは比較的にそう、コピペもしやすいし、選択ができてる。それか。パソコンでやってる。開いてみます。そうですか。うん。できたかな。そう。もう一度かな。緩くして上にしたんですよね。これを。うん。うん、そう。上にして。上にしたのと緩くして。
うん、こっちは綺麗だね。こっちは綺麗。え、下だからですよ、うん、上の問題なんですよね、毎回完璧っすね。ああ、ちょっとだ。でもまあ、そういうことっすね。重力なんだ。まあ、でも、許容範囲ですよね。埋めちゃえばいいんですね。うん。まあね。はい。でも、こっちの方が綺麗だね。綺麗ですね。一番綺麗ですね、今まで。ゆっくりは意外と正解だったのかもしれない。ゆっくりで、これは。もしくは向きなのか。上なのか。上だったよね、これね。これが上です。要は、これが上だからそう。うん、違う。こうだ。こういうことっす。うん、うん、違うか。え、違うよ。うん、あ、そう。これが上だったから、そうだ。だから下に沈むからってことですよね。うんうん、重力に逆らえてない。うん、もう一個こっちが。あ、ここ、うん、潰せるけど、なんか小さいのありましたね、もともと。できやすい。はできやすい。これは、思ったんですけど、うん、こっちが、下に抜け道作ったらダメなんですか？ここを塞いじゃって、こっち側に抜け道作ったら、こう行ってこっちに出ようとするから詰まるんじゃないですか？抜け道を作ったら。これ要は、こう下に行くじゃないですか。本来はここに止まってぐーっとこっち行くのが、こっちに抜けちゃうからこっちら辺で詰まりきらないから、ここ塞いじゃってこっちに抜けるして、どうなんだろう。じゃあ、達成感がね、いってないもんね。全部、そうだね、偏僻になってるってことね。うん。わかったわかった、分かった、意味分かった。いや今ちょっと原型とどんぐらい違うのか見たかった、うんうん、そうね、ここ塞ごう、塞ぎますか、塞いで、いやテープで、テープ、それで一回やってみる、テープだけのみで、うん、そうすると空気はどこに逃げていくんですか。いや、もともとは逃げる箇所がないから、そこから本当始めるんだよね、うん、逃げる箇所を作って、これは逃げる箇所がもう最初からあるから、うん、逃げる箇所がない、あんまりないときどうなるかっていうのの検証、うん、おい、緑松さんこんにちは。みんな見えてるの、なんかね、話しかけてもコメントをなんか、画像どうとか言っても何にも答えてくんないんだよね。ぬるぬる動いてるとかラグあるとかみんなに訴えかけてんだけど、どうみんな見えてないのかな、声だけってこと。よいこさん大丈夫、映像も音声も問題ない、ありがとう。ハートありがとう。なんて読むんだろう。生話さんありがとう。ハートありがとう。ちょっとラグい。OK。
このさ、ここ、ここのところね、うん、全部これさ、うん、ついてますね。これもう、ゴム型についてるから、うん、ああ、ヤスリっすよね。完全に。でも、綺麗な方についてんだよね。ちゃんと、ほうほうほう、うん、シンクダッポできてる方に。なんでなんだろう。向きは関係ない。ああ、原型のそのまんまだ。あれだ。本当だ。なんだ。接着剤だ。ああ。接着剤の後なんだ。うん、まあ。まあまあ。スピード剤。シルバー、シルバー。うん。シルバーの、今ね、ゴム型が切り終わって、なんていうんだ、これは。ワックスの生成？なんていうんですか。ワックスを作って、コピー、複製品を作ってるんだけど、そう、今、これだっていうところを模索してる段階。これは、ここが取れちゃってるし、あと、その、まあ、肉眼で見ると、少し、穴が目立つというか、ここに穴ができちゃって。今、そう、正解を探してる。よいこさんというか。どこが正解なのかなっていう。何が知りたいの？あ、テープ剥がれました正解法の方、いや、見えてるよ。見えてる、見えてる。だったっけな、尾崎のシェリーとミスチルのシーソーゲームと、あと1曲だったな、くれないか。くれない歌った、あとデイドリームビリーバー4曲歌ったのか。あ、金前さんの枠見てたの。そう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 。ツイッターに告知出してたもんね。今日金梅さんの枠いるよーと。小説派書かないよ。
小説は書かない。でも小説よりも映像作品の方が難しいから、総合芸術だから、それ見りゃいいんじゃん。あ、映画先だけど、でも別に小説今からじゃあ書きますって言っても相当時間かかるぜ。それも2年ぐらいかかるわけじゃん。だから、配信で聞きゃいいじゃん。なんか気になったこと、配信が一番ね、今のところ最先端なテクノロジーなわけだから、何でも話すよ。後半になるにつれ精度が、これが一番いいか。はぁーごめん。はい。いいっす、いいっす。あ、でもずっと最近乗ってるかな。もうなんか乗ってるよ、だいぶ。っていうかね、うつ治ったと思う。完全にうつ病治ったと思う。治ったっていうのもおかしいんだけど、うつの原因が取り除かれたから、本当にぐっすり寝てるし、睡眠時間4時間とかになったし、あとなんだろう、なんだろうな、肩が凝らなくなったりとか、ネガティブな発想がなくなったね。だから逆に言ったら、その怒りっぽさみたいな面白さはなくなっちゃったんだけど、そう、なんかその苦しみとか、その葛藤とか、そこが結構面白かったりするじゃん。なんか尾崎豊の生き様とかも面白いじゃん。そう、苦しんでる人って。だからそれがなくなったことはなくなったね、完全に。もう5日経った、5日経ったけど、もうないわけだから、そこはもう多分ないんじゃないの。欲がなくなったんだよね、いい意味で。全く今欲がなくて、あえてやるっていう感じ。オナニーしてみようとかそうだ、オナニーしてみようとか、そうだ、おにぎり食べてみようとか、そうだ、寝ようとか、そうだ、お風呂入ろう、そうだ、散歩してみよう。だから何かをしなきゃっていう発想がゼロになったね。あ、で、多分なんだけど、写真にしろシルバーにしろ、もうとん、なんか多分ね、写真は明らかに変わると思う、次出す作品は。あの、今までの写真でまあまあいいじゃんみたいな感じだったけど、あ、これはあかんってなると思うよ。今写真作ってるんだけど、多分ね、個展出すのいつだって言ったかな、個展が5月か6月に出るの。
出すの多分そこで多分お披露目することになるから、うん、いや個展来たい人来ればいいじゃん、面白くなると思うよ。悟りはどうやって開けるの？ね、開けない人は開けないし、開ける人は何、どんなきっかけでも開けるかな。逆に、多分生まれた時から開いてるやつもいるっていうのが分かったかな。だから、悟りを開きたいっていう欲望とかじゃなくて、身の回りの身近なところに全てヒントがあるから、それを心を開いて素直な心で受け止めた方がいいと思う。多分それだけで開くと思う。で、開けるやつは開けるし、開けないやつは開けない。それは開いた時に分かるから。悟りっていう言い方もおかしいんだよね。本来の人間のあるべき姿って感じかな。別に開かなくても正解だから。どうした？お？お？どっちが上でしょう？下に流れたってことを、ああ、そっか、反対側が問題だ。うん。反対側。いつも綺麗。下側は綺麗ですね。今回埋めたんだよな。うん。綺麗ですね。綺麗ですね。ちょっと、ちょっと、そうでもないか。いいですね。一番いいね。一番いいですね。でもかこれで完成じゃないですか。やっぱ。うん。埋める。うん。どこのとこ行ったようなことだよね。穴はいらない。圧がしっかりいってますね。そうか。そういうことか。ですね。うん。うん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 。ナイスだ。なるほど。打つ。お疲れ様です。ありがとうございます。こいつを持って帰るか、うん、これもう一個持って帰った方がいいんじゃない？2つぐらい欲しいですね、これともう一個ぐらい、うん、できました、できました、うん、それはどうしよう、写真だけ撮っといて捨てますか、
まあ、取っといてもいいけど、別に。どっちもいいよ。捨てる。捨てるっていうか、中に戻してあげて。うん、ちょっと写真だけ、うん、一番、ちょっと待ってください。ちょっとお願いします。なるほど。記録を残そう。一番最初がどれだったっけ？これ3番で、これが2番。これが、これが2番、これが3番か。最後のやつどれ？え？最後のやつどれ？ちょっと待って。はい。あ、またんとこにもないか。またんとこに隙間はない。あ、ないですね。うん、ないですね。いや、完璧ですね。パーフェクトです。そうですね。いやでもあのいや多分これをやる時間が増えますね。あのていうかもうあの捨て頃も多分練習しないでいきます僕。あのちょっともう捨て頃とかいう話じゃなくなってきてて、もう捨て頃も格闘技もバッツリやめますしこれで。もうやめる。あの人を殴れる状態じゃないですね。今ね。今。だからもう多分写真、映画、配信、シルバー、もうずっとこれやってるんでしょうね。多分。金がなくなったら。もし放送で支援がなくなったらもうバイトプラス、まあでもなんかなるようになったなって感じはしますね。
当に。いや、楽しいっていうかもう究極っすね。この間だっけな、放送の時に、はい、まあリスナーさんがアンチコメで、はい、結局のとこがお前は何もやってないじゃないかっつってさ、監督にそのそんなこと言った人いたんすか。そう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 、僕なんて返したんすか。そうだよ、タバコ吸って説明してだけっつって。おー、いや悟ってますねって言ってて、はい、でもそれの時に俺なんか、はい、いや結局ほら、ね、要は僕が大変、僕が大変なだけじゃんみたいなことを言ってたんだけど、僕からすると、はい、すげえ楽しいわけじゃん。はいはいはい。それでね、これがなきゃさ、これだって全然使わないでさ、またねっていう話だしさ、下下方にこのさ圧力とさ、ゴム切るなんてね、このでっかいゴムとかさ、うちの元相方にその話したらすごい羨ましがるね。おお、いやマジっすか、それ成功したんですかつって。もうだって外注ですもんね、この作業って普通。普通の人やないよね。ですよね。いやでもだからここにあったっていうことに意味があるし、タイムスリップしてんだよ、川ちゃんもそうだけど。いや川ちゃん完全にこれね、10年後の僕にプレゼントするために買ったんでしょこれ。素敵な勘違いっていう。いやでもそうだ、うん、いや本当に、いやこの服めっちゃ気に入れましたもん。あ、いいね、いい感じですか。抜けてて、はい、プツって抜けるくらいで止めるのがいいんだこれ。ああ、もう感覚完全に使った感じです、うんうんうん、ここを押さえて多分これでいいんだよ、これでいいんだよ、きっと、うん、次のゴム型でも四角でちゃんとつく、あの、あれしましょう、出て丸はダメこれな気がしません。ちゃんと測ってアクリルのケースに収めるべきっすよ、やっぱ、うん僕も探しておきます、そのサイズで、うんうん、はい、いや、楽しいな。5月来た時、このゴム型見たら本当、たぶん喜ぶと思う。嘘でしょ、うん、よくやりましたね、これでしょ、うん、本当ですよね、切っちゃいますね。さすがですねって言われる、うん、このゴム型一個極めようとしてこの商売にしてる人もいるんですもんね。そうだね、ゴム型俺得意だからって、うん、ゴム型のプロ。そう、しかも人のとこの工場でやるっていう、うん、それがすごいですよね。ちょっと貸してねっつって、うん、ああっていて、だから技術があるから道具があればいつでも再現できる、自信があるってことですもんね。そう、そのおじさんだからみんな貸すんだよね。ああ、なんとかさ、いいよと、ちょっとさ、いいよっつって、ちょっと借りるよ、10分、うん、世界でシルバーすげえ、国単位で言ったらどこが強いんですか、こういう。シルバーやっぱタイとかじゃないの。ああ、まあそうっすよね、うん、あの溶接する時のさ、ローズ系もさ、はい、その、うん、なんだっけ、
つけて炭の上でさあれこれ合ってますこれでってこと穴穴潰しちゃえばいいんじゃないそのまま、はい、それ削らずに、あれでドーピングすればいいとそうそうそうあれでつっついてこの周りを溶かし込んでで、そこ埋めちゃうドロッピングとそれやってないからわかんないな、今日やろう今写真撮ったの廃棄されてますねうんありがとうね、役割を勉強になったよこれ折っちゃっていいですか、入らないんでうん、いいあ、ま、柔らかい、うん、あ、この中入れればいいのかまあ、いいか、この中入れておきます何ですか、うん、要は溶かし入れればいいんですよねそうですえ、でも結構深いですよカッツリ入っちゃいましたこいつを抜けたでしょ、はい、そしたらどれぐらい深いんだろう全部入りましたよ結構大きい、うんいや、僕言ってたのはこの周りで溶かし込んでったら、はい、いけるかなってレベルじゃないですよねじゃないね、これね、はい、がっつりスポット入りましたよなんか空洞まあでも側が OK かこれでじゃあこれ溶かしてるんですかじゃまで入れないと通電しないからさ、うん、たまに全然暖かくなんねえなと思った時とかと気づくと通電しないことです、うんぐらいで十分だと思うんだよ。で、少しちょっと待ちます。はい。多分。これもここに置いてっていいですか？これ取ろうかと思ったけど、とりあえずこのままですか、うん、すごいね、ちょっと出ちゃった、これ今回、捨てていいんじゃないですか、何取っとくですかいや、いっぱい持って
ったからこれイン良かったんだねって、あ、そう違う違う、なんで取っといたのかって次会った時にその話しようと思ったんだけど、いっぱい持っちゃったって言ったじゃないこれやった時に、うん、でもこんぐらい盛らないと実際多分漏れてたと思うんだよね。あ、うん、だから持って正解だったの、正解、うん、正解だったの、うん、これでも少しさ、本当だ本当だ、でしょ、ゴムがいってるんだ、うん、少し本当だ、そうなんだよ、ああ、じゃあよかった、うん、うん、じゃあね、こんな見せようと思ってたんです、それ一応何かに保管しておいてほしいですか、パケかなんか、うん、今パケ入れるよ、はい、鉄流し込んだんですよ、接着剤でガチガチにしたんだ、そうだ、日付とか書いときます一応、3月の20年の出ない、はい、3月の28日、うん、
通さ。あのね、ティッシュをさ、用意しといて。はい。この先端に残ってるワックスって、あのずっとこれほっとくと焦げない。じゃだけだから。はい。あの取りながら、ね。そう。すぐ取ってっていう感じで作業してほしいんだけど。はい。まずこうブツブツブツってこう刺す。はい。で、これを周りを刺していく。はい。で、要は、刺すとこれ見えると思うんだけど、この、なんていうの、ここにほら、取れちゃうじゃない、ワックスが。へこんじゃうわけよ。で、へこんだ分を後で、こういう、例えば上にあるやつで埋めたりとか、あの、ここの、ここのとこってもともといらない部分じゃない。これで埋めたりとかっていうことを考え、その後、その工程を考えながらやっていくのね。でもまずは刺さないと、うん、中の音とかして言う。そうそういうこと、そういうこと。でもあんまり厚く全部しちゃうと、そこのパーツは平気なんだけど、先端とかってワックスだとふにゃって丸くなっちゃうわけよ。ドロッピングもドロッピングで面白いですね。うん。ワックスを結構扱えるようになると、で、それいらなかったら、ビッて取って、カッターで。うん。あとで、家でこう、やるんだったら、そのまま乗っけていくか、そのまま。果たしてこいつの中に空気、これさ、削っていくとさ、はい、空気の穴がさ、出てきちゃったりするとさ、またそれはそれで実は問題です。そう、今見たところだとちょっとありそうだから、うん、ここら辺とかね、ここなんだよね。中に空気が入り込んでは、外に空気を出した。そう。今表面しか、あの、そうそう、表面にワックスがかぶさってる状態なのね。はい、もう少し中のワックスをこう溶かして本体となじませてあげないと、うん、こういう今ワックスの気泡わかる、このこれ、はいはいはい、これは気泡なの、うん、こいつを取り出してあげる。こいつはなるべくいなくなるように、うん、たまちゃんってあの子身長ちっちゃいのね。そうですよ。高そうじゃないですか。
めちゃくちゃ小さいですよ。140センチ台だと思いますよ、多分。みんなでかいと思ってるんですよね。ね。そう。僕もだから2年ぶり、1年半ぶりぐらいに会って、あの身長であのおっぱいのでかさは化け物ですよ、本当に。カラオケ終わった後、ほら、監督と歩いてたじゃない。はい。その時、うわ、ちっちゃっと思って。そうそうそうっす。顔一つ分ぐらい違いますもんね、僕と。150センチだと思います。足とか細いんですよね、おっぱいだけ異常にでかいんですよ昨日なんか暴れてたもんな。あのおっぱいをこう触らせろって手出したのはサミちゃん。みんな触りますからね。みんなでやってたそのあれは触らないとダメですよ。あのなんかいやらしい気持ちとかじゃないですね。でかすぎてその銅像とかな撫でるとかそういう感覚ですどうなってんだそれみたいな。それは何なんだみたいな。何カップなんだろうあれ。H とかじゃ効かない。